皆さん、どうも、武田ラリサタゴです。いえ、武田ラリサタゴ改め、バーチャル武田ラリサタゴです。略して、武田ラリサタゴです。改めまして、バーチャル武田ラリサタゴ発表会にお越しいただき、ありがとうございます。武田ラリサタゴです。これは私が生まれるまでの物語。声優が一人でバーチャルタレントを作ってみた。早速発表していきましょう。まずはクリップスタジオペイントというお絵描きソフトでデザインのラフを描いていきます。コンセプトは可愛い。制服という概念が好きなのでセーラー服を着せてみました。せっかく YouTube なのでなんとなくそれっぽいものも入れたいなぁと思って三角形の金具とかを入れてみます。再生ボタンのつもりです。チョーカー、ソックスガーター、好きな概念はすべて入れてしまいましょう。せっかくだからもうキュルンキュルンのお目目になりたいですね。この世界では絶対に常時ハイライトを輝かせるんだという決意をしました。白をベースに黄色、桃色、水色の色を塗って、なんとなく大雑把なデザインラフ完成。続いてデザインのラフをブラッシュアップしながらイラストのラフを描いていきます。真正面を向いていた方がこの後のモデリング作業がしやすいらしいので、クリップスタジオの定規機能を使いながら左右対称になるように描いていきます。定規機能めちゃめちゃ便利です。例えば今回で言うと、右側に描いたものが線対称に左側にも描画されています。天秤座モチーフをところどころに入れてみたり、スカーフをリボンっぽくしてみたり、筆を足してみたり、リングやネイルを足してみたり、この世界では絶対に常時ハイライトを輝かせるんだという決意を再度したりしながら、なんとなく背面のデザインも考えてみたりして、イラストラフ完成。続いて下書きを書いたんですが、今思えばラフをかなり綺麗に書いたのでわざわざ下書きを書かなくてもよかったかもなーって思います。もうほとんどなぞり直すだけの作業でした。はい、この世界では絶対に常時ハイライトを輝かせます。何はともあれ下書き完成。いよいよ下書きをもとに清書していきますが、今回は後々イラストを動かしたいので、普通のイラストとは違ってパーツごとに分割して見えないところまできちんと書いていきます。いつもと書く順番が違ったり、レイヤーの順番が全然違ったりしてちょっと大変でした。統合していいレイヤーと統合しちゃダメなレイヤーの判断も初心者には難しくてちょっと大変でした。パーツによっては何度か書いては消し、書いては消しを繰り返しております。もうひたすら地道な作業。それでも手を止めなければいつかは終わるもんで、イラスト完成。うん、ハイライト輝いてますね。次はいよいよモデリングですが、その前に息抜きがてらロゴを作ることにしました。まずはクリップスタジオでラフを描きます。イラストとお揃いのリボンや筆や天秤座モチーフをたくさん入れて、カラーリングも合わせてロゴのラフ完成。続いてイラストレーターというデザインソフトにラフを持っていきます。綺麗にデザインするためにガイド線を作って、バランスが分かりやすいようにまずはモノクロでロゴを仮組み、完成したら色のバランスを見ながら配色、ガイド線を消して文字と文字の間の間隔を調整したら、最後に全体的にちょっとだけ丸みを持たせて、好きな概念を詰め込んだ最高に可愛いロゴ完成。パッと見で読めないというロゴとして致命的な欠点を抱えている点以外は完璧なロゴです。まあ武田ラリサタゴだってパッと見で読めませんからね。気を取り直してモデリング。
ライブ 2D キュビズムというイラストを 2D で動かすことができるソフトを使います。クリップスタジオで描いたイラストを PSD 形式で保存したものをライブ 2D キュビズムに読み込んで動かしたいパーツを動かすのですが、これがもうすっごく大変でした。今回の全工程の中で一番大変でした。私は今回初めてこのソフトを使ったので、ライブ 2D モデラーさんの YouTube 講座を見ながら手探りで動かしたんですけど、久しぶりに新しいソフトを勉強する時の修行みたいな、デザイン学生時代によく感じていた感覚を思い出しました。ということで、初めからうまくいくはずもなく、同じイラストで 4,5 回くらい一からやり直しました。ここに映っているのは一通り作業が終わった状態のモデルなので、簡単に解説していきます。まずこんな感じで全てのイラストパーツに三角形にメッシュを打ちます。このメッシュの一つ一つを動かすことによってイラストが動くという仕組みになっています。試しに目を見てみましょう。まず上のアイラインにメッシュが打ってあります。で、目を閉じた時にはここに動くんだぞっていうのを設定します。これを眉毛、上まつ毛、瞳、ハイライト、瞳孔、白目、涙袋、下まつ毛などなど全てのパーツで設定します。さらに言うと、右を向くときはここ、左を向くときはここというのも設定して、さらに上を向くとき、下を向くとき、右上を向くとき、左下を向くときなどなど、どの方向に向いたときにどのパーツがどうなるのかを全てのパーツに設定していきます。イラストを描いたときの地道さが霞むほどに、ひたすら地道な作業。それでも手を止めなければいつかは終わるもんで、ついに、ついにライブ 2D モデル完成！できたぞ。みんな、今会いに行くよ。待っててね。え、もう待った？これ以上待てない？待ってる間暇すぎる？しょうがないな。書くか、あれを。これ見て待ってて。皆さん、どうも、武田ラリサタゴ改め、バーチャル武田ラリサタゴ、略して、武田ラリサタゴでーす！緊張した。みんな、やっと会えたねー。はい、コメント、
見えてますよ。すごい、たくさんコメント打ってくれてありがとうございます。パチ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 、ありがとうありがとう。え、声でかくてくさ、ありがとう。今から皆さんの力で声が調整されるわけですね。さあ、ちょっと半減までに数秒かかるんだけどさ、どうすかこれ。あ、叫んだからかな。普通に喋ってる分にはどうですかこれ。イエーイ、見えてる？見えてるぞ。いい感じです、いい感じ。あ、ありがとうありがとうございます。じゃあこの感じで生配信、もとい初配信の方進めさせていただきます。ちょっと貼ると割れちゃうね、やっぱ。ちょっとだけ、もうちょっとだけ下げて、こんな感じでやろうかな。さて、早速ですけど、皆さん、バーチャル武田ラリサタゴの顔、見たいですよね。もう1から100までメイキングで見ているとはいえ、見たいですよね。見たーい、見たい、見たい。いいね、みんな。よくわかってるね。じゃあ、改めて、バーチャル武田ラリサタゴ発表会、噛んだ。もう一回行きます。改めて、バーチャル武田ラリサタゴ発表会していきましょう。イラストやモデリングでこだわったところを、下から順番に解説していきます。動画だとね、結構飛び飛びだったんで。で、皆さん、さっきから靴しか見えてないですよね。大丈夫です。ミスじゃないです。こういう仕様です。靴から解説していきます。私ね、自分の個人情報の中で一番好きな情報、パーソナルデータがね、天秤座であるってことなんですよ。なんでイラストにも天秤座要素をたくさん入れております。その一つがまず靴から始まっているわけですね。みんな天秤座のマークってわかるかな。一本の棒があって、その棒の上になんていうの、焼けたお餅みたいな、破裂寸前のお餅が乗ってるみたいなね、なんか日本線だけのマークがあるのよ。まあ、ちょっと調べていただ、あーすごいすごい、コメント、そう、それそれそれ、今コメントでいっぱい流れておりますけど、このマークね、このマークをちょっと随所に入れております。じゃあ続いて上行くか。はい、ソックスガーター、みんな大好きソックスガーター。これはもう入れなきゃ嘘でしょ。これね、作品名を伏せますけど、とある少年が、なんていうの、執事の悪魔と契約する作品にハマった時に、ソックスガーターの魅力にね、取りつかれたんだよ、私は。それ以来ずっともうソックスガーターの虜でございます。はい、続いて、登っていくか。あ、みんな、これやばいな。ごめん、ちょっと、良すぎる、膝小僧が良すぎる、ごめん。大丈夫、みんな気失ってない？このちょっと血色ある、テカリのある膝小僧見たら気失っちゃうよ。みんなしっかりして、揺らしとこう。こだわりポイントでーす。はい、続いて、ドゥドゥン、はい、謎のベルト、いやー、太ももにある謎のベルト、こんなんなんぼあってもいいですからね。ほんでね、こっからちょっと物理演算が始まってます。物理演算っていうのが何かっていうと、この私が今ね、ちょっと体を揺らしてんだけど、このね、謎のベルトについてるリボンがちょっと揺れてるの分かる？これがね、なんかそういう設定にしてあるんですよね。こんなんなんぼ揺れてもいいですからね。はい、そしてもうちょっと上に行くと、はい、これか、筆。やっぱね、私といえば声優、そして絵ということで、筆ベルトを巻いております。筆ベルトってのがちょっと何なのかよくわかんないんですけど、あるのかな、存在するのかな。なんかちょっと腰につけたくて生み出してみました。まあみんなはね、白い服でこんな絵の具のついた筆をこんな風にベルトに刺して持ち歩いてたら、服がべちゃべちゃになってしまうんでしょうけど、私はバーチャル武田ラリサタゴなのでなりません。はい、バーチャルマウント取らせていただきます。バーチャルじゃない武田ラリサタゴはなるんだろうけどね。はい、続いて、あ、そう、パンツの
パンツじゃない、パンツのボタンも天秤座モチーフちょっと入ってますね。あとベルトのこのね横の金具とかもちょっと天秤座モチーフになってますよ。そして横行くか。そしたらディ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 ン、おててかわいいね。おてて、はい、ネイル好きなんでネイルをちょっとねテーマカラーのやつ塗らせていただきました。そんで指輪、これはね実際に普段私がよくね左手の親指に指輪してるんだよね。なぜかっていうと左手の親指っていうポジショニングが一番邪魔じゃないから生きていく上で指輪があって一番邪魔じゃない場所に指輪をしてるんだけど、なんかね基本指輪するときはこの指っていうのもあるし、この今バーチャル武田ラリサタゴがつけている指輪は実際に私が普段一番つけている指輪です。ちゃんと喋ったことなかったと思うんだけど、私ね、あ、自撮りよく見てる人は気づいてんのかな、よくね同じゴールドの指輪してるんですけど、それは声優ってやっぱいつまでやれるかわかんないっていうか、そもそもやれるかわかんねえなって声優になる前の武田ラリサタゴは思ってて、それがふと気づいた時に、え、5年経ってるんですけど、5年間声優やれちゃったんですけどって気づいて、多分ねジャストの記念日じゃなかったんだけど、ある日ふと気づいたの、5年以上経ってると思って、もう感動しちゃって、私5年もやれるかわかんないと思ってた仕事で食べてってるんだと思って、こりゃ自分にご褒美を買うしかあるめえよと思って、もうねうわーって焦ってっていうか、もう一刻も早く自分にご褒美を買ってあげたくて、あのね5周年記念に5万円の指輪買ったんだよ。はぁ、はぁ、5万だよ。もうみんな初めて買ったよそんな高いネックレスアクセサリー。ちょっとね元取ろうと思って毎日つけてるあとこれを見て、まあ5年もやれたわけだし、この先もやれるんじゃないかなみたいな感じで自分を奮い立たせる意味もある。これからちょっと自撮りとかに映ってたらみんなほわっとしておいてください。ちょっと長くなっちゃったな、別のとこ行きますか。あとはセンター行っちゃっていいかな。はい、トップス、へっここもリボン揺れております。ちょっとささやかな揺れなんだけどねまあまあまあ、なんかこんぐらいの方が私の好み的には可愛いのかなって思ったりしまして、え、そして何より見てほしいのがねここなんだよ。あのみんなこの三角形のブローチ金具の部分見て、あの再生ボタンイメージのね、ちょっと左右対称にするために向きが変わったんだけど、これ見ててね、おいそいや、見えてるか、俺はちょっと見えてないんだが横を向いてるから見えてるんだろうな。光ってます、やばくない？これね3回目ぐらいの時になんかライブ 2D モデラーさんの YouTube 講座見ながら体得した、向きによって光るっていう。もうちょっと上いくか。はい、このね見えてるかな、はい、チョーカーもそうなの、こっから対応されてるよ。すごいよね、これちょっと未だに自分でも感動しちゃうんだけど。じゃあチョーカーまで来たことですし、いよいよ顔いきますか。まあなんかみんなは本当に1から100まで見ているので、ここまでワクワクしない VTuber の顔見せも初めてだと思うんだけれど初見のふりして反応してくれよな、いくぞー、せーの、ドゥドゥキュルルー、みんなー改めましてバーチャル武田ラリサタゴでーす動いて喋ってまーす。イエイ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 、かわいい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 、じゃあ捏造してるわけじゃなくてマジでみんなかわいいって言ってくれてる、ありがとう、すごいありがたいよ。もうね本当にねあらゆる自意識を遮断して極限までかわいく作ったの。なんか自分のツイXのアイコンとかもそうなんだけど、何回か自分をね二次元美少女化して描くっていうのをやってはいるんだけどね、やっぱもう慣れないわけよ。
途中何度かね、正気になった。でもその度に自分を殴って、正気をやめた。そして何とか最後まで自分を二次元美少女化して生み出すっていう荒技をやってのけた。波の自意識ではできなかったと思う。耐えかねてたと思う、何かに。だからもう、ここはもう、心置きなく可愛いって言ってください。アクセサリーピカピカじゃん？よくぞ気づいた。そう、イヤリングと髪留めも光っててすごい。みんな、よく気づいたね。そうなの、ここね、イヤリング光ってるんだよ。顔周りはね、結構なんかやっぱ一番映るかなと思ってこだわったんだけど、じゃあちょっと目気づいた人いる？ちょっとだけ開いた瞬間ね、プルッってするの本当に一瞬なんだけどこれはね、細かなところにこだわることによって最終的なクオリティに差が出るのかなと思って、ちょっと地味ながらやってみましたけれど、あとはね、耳がさ、今正面向いてるとき影がついてるじゃん。ところがね、この横向くと、はい、影が消えて輪郭の線画がね、部分的に消えるようにしてるの。だからあんまりね、そのプロのモデラーさんが作るモデルと違って高可動域ってわけじゃないんだけど、もうなんか設定によってなんとなく奥行きを付け足すっていうね、荒技をやってるんだよね。輪郭消すやつはね、またその YouTube 講座で体得したんだけど、あとそれの応用というか、上向くとちょっと顎の線が消える、ちょっとだけね。あんまり上向くとね、私の技量ではね、顔が崩壊しそうだったから、これ限界の上なんだけど、顎の線が消えてちょっと奥行きが増すみたいな感じにしてますよ。ふふふ、普通に依頼したいくらい、ありがとう。ちょっとね、ハッシュタグラリチャンネルでいっぱいそれつぶやいて、バーチャル世界でもちょっとやってみたい声優仲間のご依頼お待ちしてるみたいな下心も、まあったりなかったりだからまあ本当にお金出すならもっとプロに頼んだ方がいいと思うけどみんなとにかく、でもハッシュタグラリチャンネルではね、ぜひつぶやいてほしい。コメントも、そう、 YouTube のコメントもありがとうございます。あとハートのお口ね可愛いよね。お口一番大変だったかもな、モデリング。胃の口とかもあるんだけどね、なんか私の喋り方だとあんまり用意したけど出てこないみたい。まあそのうち設定でもうちょっと出てくるようにしてみようか。あとは、あ、そうだ、何回も言ってたあれ、みんなよく見て、目のハイライトがどこを見てもキラキラに入っているんだよー。バーチャルじゃない武田ラリサタゴはね、なんか彫りが深いのか、まつげが、まあ、割とあるからなのか、あんまりハイライト入んないんだよね。いつもね、試行錯誤してここかっていう角度の、ちょうどハイライトが入る角度の自撮りしてるんだけど、まあ、結果的にね、いつも洗練された全く同じ角度の自撮りになってんだけどね。バーチャル武田ラリサタゴはそんなこと気にしなくていいんですな。どこを見てもどの目の時もハイライトが入ってるんですな。はい、みんなよく見ててください。あれ、ちょっと待って、あ、違う、ネタバレしちゃった。ちょっと待って、設定間違えた。待ってね、これもね、生配信ならではですね。ちょっと待って、全然設定するからそう、ちょっとネタをな、やろうと思ったんだけどな、でできるかな。あ、できた！みんな、ハイライト消せたよ。私以外のバーチャル声優の配信見てないよね。私の配信しか見てないよね。信じてるよ、みんな。いけない、目のハイライトが消えて闇落ちしちゃうところだったこのネタやりたかったのにちょっと設定忘れてたわバーチャルじゃない武田ラリサタゴ風にもできます。ちょっと怖かったね、あんまり使わないかもしんないはい、
あ、やばい、じゃ落ち着け、落ち着け。目をね、見せたすぎて。隠れしちゃった。でね、さっきちょっとネタバレしちゃったんだけど、はい。脱帽できます。これでバーチャル武田ラリサタゴを、正式な場所にもお邪魔できるんですね。なんかこう、セレモニーとか、表彰式とか、いつでもできるわけなんですね。呼ばれるかわかんないけど。まあ、帽子脱ぎたい時も、あら、あるでしょうと思って用意しましたよ。じゃ、ちょっと、帽子かぶりまして。こんな感じです。はい、以上で、モデリング自体の紹介は終わりでーす。そして、すっごく今更なんですけど、ちょっと靴から登ってきてやっと顔が映ったってことで、まあ、改めて自己紹介をしようかなって思います。まあ、もしかしたら今ここにいる人はバーチャルじゃない武田ラリサタゴを応援してる人だからいらないかもしれないけど、バーチャル武田ラリサタゴは初めましてだし、なんならマジで初めての普段バーチャルな人たちを応援しているファン層の方がいないとも限らないから、自己紹介をね改めてしようと思います。ここら辺に来ようかな。ね、これか、あ、これだこれだ。はい、じゃあまずこれか、あ、違った、こうだ、ほら、よし、はい、ごめん、一個一個いっぱいいっぱいでごめんよ。はい、名前バーチャル武田ラリサタゴです。はい、バーチャルじゃない武田ラリサタゴもいるとかいないとか、普段はというか、バーチャルじゃない武田ラリサタゴはラリちゃんって呼ばれてるんですけど、ちょっとめんどくさいなこれ。今後ちょっといろいろ略すかも。バーチャル武田ラリサタゴもラリちゃんって呼んでもらえれば、いつも通り呼んでもらえればいいかなって思います。よろしくお願いします。はい、続きまして、私が自分のパーソナル情報で一番好きな情報、 A 星座、天秤座でーす。あれ、天秤座ってことはもしかして、お誕生日が、今日だー、お誕生日、9月30日でーす。さあ皆さん、このコメントがしたくてうずうずしていた人もいるんじゃないですか。いいですよ、お誕生日おめでとうって言って、おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう。嬉しい。ちょっと今ね、半ば言わせたかのような感じだったが、ありがとうね。そうなんだよ、バーチャルじゃないラリサタゴもバーチャル武田ラリサタゴも今日がお誕生日合わせました。はい、続きまして、はい、こちら、仕事はバーチャル声優です。すごいめんどくさいんだけど、バーチャルじゃない武田ラリサタゴはバーチャルじゃない声優なんですけど、バーチャル武田ラリサタゴはバーチャル声優ってことでやっていこうかなと思います。もう私の中だけのこだわりなんですけど、そのうち設定があやふやになるで、定評のあるラリちゃんなので、もうあやふやになっていくとは思います。よろしくお願いします。はい、そしてあとなんかあったかな。 あるわ。はい、好きなことは、事務所のプロフィール欄にも、いや書いてない、事務所には別のこと書いてあるわ。でもなんか総括するとこうだなっていう、好きなことは作ることです。はい、なんかね、声でコンテンツに参加させていただくこととかも大好きだし、自分自身で絵とかこうコンテンツを生み出すことも大好きだし、あとなんかもう本当に普通に DIY も好き。床とか張り替えたりとか、なんか実家だけど壁にペンキ塗ってリメイクしたりしてます。はい、ということで、まあなんかこの好き趣味の延長線上でこのチャンネルはできたわけなんですよ。そう、みんなね、なんでこのチャンネルが唐突に生まれたのか不思議に思ってるでしょ。これね、本当に浅い理由で趣味なんだよね。ただの趣味、何かを作ることが趣味なんだよ。で、いつもはその作品にしろ番組にしろコンテンツに
参加させていただいてるじゃん。でそれってもうさ、すごいクオリティじゃん。プロの大人が本気を出して全力でいいものを作ろうとしてくれてる結果生まれてるものに参加させていただいているっていうのね、なんかめちゃめちゃありがたさを感じているんだけど、それとは別になんか拙くてもいいから1から100まで完璧に 100% 武田ラリサタゴプロデュースのコンテンツが1個ぐらいあってもいいんじゃないかなってなんかクオリティとかねあんま気にせず、まあ、結局気にしちゃったんだけど今日の放送とかねいろいろ準備して、まあ、でもなんか全部自分でやるっていうのがねすごい楽しそうだなと思ってこのチャンネルを作ってみました。ってことで、じゃあここからはチャンネルの紹介をしていこうかな。はい、各種ハッシュタグの紹介です。あるあるだよね、よく。まずね、でるん、はい、もうずっと上に書いてありますね、チャンネルのハッシュタグ、ハッシュタグラリチャンネルです。みんなつぶやいてくれた方ありがとうございます。これはね、もう万能タグ、もう何の感想でもいいし、生配信中とかのなんかなんていうの、拡散とかでもいいし、なんか何でもない時のラリちゃん見てみたいな感じの使い方でもいいし、まあ、やっぱいいねとかはできないんだけど、これはね見させてもらおうかなって、エゴサとかもこれでしちゃおうかなと思いますよ。はい、続きまして、あれだ、やべ、あれだ、ちょっと恥ずかしい、ちょっと見えちゃった、しらりー。はい、リスナーネームハッシュタグラリスナーです。あのね、声優の方の武田ラリサタゴが初めて一人番組をやった時にいただいたお手紙でね、まだ覚えてるんだけど、武田ラリサタゴさんのファンの名称を考えませんかっていう内容だったの。その時の私はね、それがすごいね、故障ぐったい、くすぐったくて、なんかカーってなっちゃって、くすぐったいんでやめますって言ってね、考えなかったの。以降ずっと特に私の応援してくれてるファンの方に名称などないのですけれど、なんかこうあれからいろいろなコンテンツとか番組に参加させていただいて、その中にはやっぱりこうファンの方の名前、この作品を好きな人の名前はこうです、この番組を見てる人の名前はこうですみたいなのがあって、そのね名称を、その作品を愛してくださってる人たちがなんかめちゃめちゃね楽しそうにね自称してるんだよ、私はこれですって。なんか楽しそうだ、いいなって思って、自分の中で意識改革というかね、なんかちょっと変わってね、まだ本当に武田ラリサタゴ自体のファンに名称をつけるのはくすぐったいっていうのは変わってないんだけど、このチャンネルは自分でコンテンツを作ろうみたいな隠れテーマもあるわけだから、このチャンネルのリスナーっていうものに対しては名称があってもいいよなと思って、ごめんみんな前置きが長いよね、でも私の中にすごいくすぐったい問題だからちょっと喋っちゃったこのチャンネルを好きで見てるよって人はラリスナーということで自称してください。まあハッシュタグじゃなくてもいいのかな、自称ラリスナーって感じでやってください。続きまして、ドゥ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 ン、はい、ファンアート、ラリギャラリー、ハッシュタグラリギャラリーです。これはね、このタグの、なんだろう、このチャンネルのファンアートとか絵に限らず、フィギュア、立体物とかでもいいし、まあ、コスプレする人いるかな、でもいいんだけど、まあ、なんかそういうファンアート作りましたよみたいなのは全部これでつぶやいていただけたら、またねエゴサがはかどるんじゃないかなと。あとね、もしかしたらこのチャンネルで今後なんか他のコンテンツ、まあ、例えばゲーム実況とかした時にさ、なんかこう触れさせていただいた作品の名前がさ、その作品のファンの人に届いちゃうような文章が入って投稿されてると、もしかしたらあるいは迷惑になるかもしれないから、なんかこのチャンネルで触れたその作品に対する、なんか私が含まれてるファンアートとかもこれこのタグだけでやってもらえたら、なんかいわゆる炭焼きみたいな治安がいい感じになるのかなと思いますコスプレする人ちょっと思い浮かぶ、マジでいる
やば、めっちゃ楽しみなんだけど。まあ、大手を振ってね、なんか、いいとは言えないのかな、もしかして。いや、まあ、二次創作と一緒ですよ。このね、現実世界における二次創作の位置づけと一緒ですよ。ただ私はまあ、見ちゃうよね。見させていただくよね。という感じです。ありがとうございます。あ、そういえばなんか、このラリーギャラリーを発表する前にさ、私が、ハッシュタグラリチャンネルの初めてのツイポストをした直後にさ、なんか、私が上げた告知画像の明度と彩度を極限まで上げて、推測の息を出ないファンアートを書いてくださってる方がね、すでに数名いて、それね、私、想像してました。おませの皆さん、あなたたちの考えてること、私、想像してました。だから逆に想像ファンアートが上がった時にもうなんかガッツポーズしたよね。絆あるなって。なんかツイあポストこそしてないもののなんかそういうねおませなことした皆さん大丈夫ですよ。私それ想定してましたんで。はい、まあこれからはハッシュタグラリギャラリーでお願いしますっていう感じです。んじゃあね、次はあ、ちょっとゲーム実況の話とかも出たから、この番組が結局何をするのかなっていう初配信以降ね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まず、はい、トーク配信。まあ、これはね、なんか本当に初配信、今日を迎えるためにさ、一人でいろいろ準備してさ、頑張りすぎちゃったから、ちょっとマジ次からのね配信は完全に肩の力を抜いたりとかしようと思うんだけど、まあその一環としてマジで何の脈絡もない無軌道な雑談など、まあ、逆にあんまり普段皆さんとする機会ないしね、そういうこともしてみたいなって思います。助かる。ありがとうございます。ワクワク。オフトーク助かる。ありがとう。じゃあ続きまして、ドゥドゥン。はい、これみんな予想してた人いるかもな。イラスト配信でございます。そりゃそうだ、ラリちゃんといえばそりゃそうだ。事務所の公式 YouTube チャンネルの時にもねちょっとやらせていただいたんだけど、なんか趣味のイラストを描いてるのをこの画面をひたすら配信する系の配信、その代わりトークは普段の3割ほどのエネルギーで進めるみたいな気の抜けた配信などもねやっていけたらなと思いますよ。イラスト配信嬉しい、ありがとう、ありがてえ、みんな何でも助かるって言ってくれる、ありがとう、その助かるに助かるぜ。はい、続きまして、ドゥドゥドゥン。はい、さっきも出たゲーム配信でございます。これがねゲーム実況じゃなくて、なんでゲーム配信かっていうと、実況っていうより、まあ、実況もやりたいんだけど、さらにプラスアルファで、私ね、アナログゲームが好きなの。今はね、マダミスとか、あと最近はそんなにやれてないんだけど、クトゥルフとか、TRPG 系？テーブルトーク TRPG とかを、なんかこう、やれたらなと思っており、さらにその時に使う、そのプレイヤーシートとかを、イラスト配信で描けたらなとか、まあ、いろいろなんか、まあ、とにかく趣味は全部発信できたらな、みたいな。あ、でもね、普通のゲーム配信もやりたい。一番最初にやるのこれになるかもな。まだね、これって、あ、一番最初だけに決まってる。これやりたいっていうのは。でもね、それが結構すぐ終わっちゃいそうだから、ラリちゃんにこのゲームやってほしいとか、こういうゲームがあるんですけどどうですかみたいなのがあったら、ハッシュタグラリチャンネルでぜひ、布教してください。ちょっとね、いろいろ、なんか調べて。吟味したいと思っております。続きまして、あ、これはい、これはね、お前は声優なのだからこういうこともちゃんとやらなきゃダメだぞって、この資料を作ってる時に私の中の私が囁いたので、やっぱこういうの作んなきゃなと思って。ただね、キャストが多分バーチャル武田ラリサ多分一人になるから、なんて言うんだろうな、ボイスドラマーっていうよりかはシチュエーションボイスとかの方が正しいのかな。別にダウンロード式じゃなくて普通にね YouTube の動画としてあげようかなって。これもねマジでまだ何も考えてないので、こういうシチュエーションがいいとか、こういうなんか
キャラクターがいいとかあったら、ハッシュタグラリチャンネルで希望を募ります。お願いします。やってくれるのこれが V 声優か。そうだよ、 V 声優の強みを生かさねばさ。ラリちゃんとラリちゃんで、あー、そのはずじゃなかった。天才がいたな、天才がいたな。確かにね、なんかショタとお姉さんみたいな。お姉ショタできる。ちょっとカツラを見出したかもしれない。ありがとう、そういう感じのツイートをいっぱいお願いしますお願いしますね。はい、続きまして、最後、おいー、これでしょ、 YouTube といえば歌ってみないことには始まんないでしょね、普段さ、武田ラリサタゴとして歌うことってさ、あんまりなかったりするから、なんかチャンネルでぐらいはなんか思いっきりさ、自分で作ってみてもいいのかなって思いまして、これちょっと楽しみにしていてください。一番ヤバ、あ、ほんと一番ヤバい、みんな的にも結構やっぱこれってウェイト大きめなんだ。かー、助かるーって助かるの、ちょっとなんかテンションがやっぱ違うね、さっきまでと。うん、楽しみにしていてください。ということでね、まあ本当にあんまりいろいろ決まってはいないんで、今のところやりたいってやつと、あのね、寛大なる事務所様からいいじゃんって言われたやつをあげてみました。どれからやるかわかんないけど、あとどこにどう比重が置くかとかって多分始まってみないとわかんないけど、楽しみにしていてくださいと言いつつ、実はこの中の一つ、すでに動画ができております。なんだと思いますか。ふふ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 、早い早いじゃあ発表しちゃおうかな。この中のすでに用意してあるものは、歌ってみたです。この後すぐ、配信が終わり次第すぐにプレミア公開というやつをしたいと思います。ちょっと配信が終わる時間がまだ読めないから、何時にプレミア公開とかは言えないけど、21時付近でしたいと思うので、みんなまだ配信が終わっても寝ないで。何の歌ってみたをやりたいか気になりますか。やばい、なんかすごい誘導しちゃったよ今じゃあしょうがないな、ヒント出そうかな。あのね、歌ってみたのイラストを自分で描きました。それがこちらです。トゥルルーン、タイトルは伏せております。ただもしかしたら本当に勘のいい人はこのイラストだけで気づく可能性がある。何かは言わないけど、これは私がもし自分で運営するコンテンツを作るなら、歌ってみたをこの曲で出したいって思っていた曲の作曲家の方にダメ元でお願いしたら、なんと OK いただけまして、まあ言うてね、出会ったの結構最近なんだけど、曲自体も結構最近のやつな気がする、去年とかかな。でかつね、そのミックスとかも、私ね、目をつけていたミックス師の方がいて、なんかダメ元でね、お願いしてみたの、この日までにこのミックスなんとかお願いできませんか。そしたらいいでしょうって、もうすんばらしいものをね作り上げてくださって、もう今日に間に合ったというわけなんですよ。なんか初配信見るかもですって言ってらしたから、もしかしたら皆さんの中に混ざってるかもねどうでしょうか、お楽しみに。ということで、パチ、はい、戻ってきました。皆さんどうすか家見てる、見てるよ
見てる？そういえば俺ミックスしたかも。嘘つきが何人か。やば。人狼始まっちゃったな。変なこと言ったせいで。お腹ちょっと見えてる。あ、見えてるかも。コンマ1ミリぐらい見えてるかもしれない。情報量が多すぎて最高！ありがとう！みんなのおかげで、なんとかね、最後まで、なんか、発表会、走り切ることが、できました。ということで、バーチャル武田ラリサタゴ発表会、もとい初配信をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか？私はね、ずっと緊張してました。自分で、OBS とか、配信ソフトとか、動画作ったり、その音量のバランスとかも全てが、あと、何気に今さ、配信上に映ってるみんなの、可愛い、フォントになった、文字、あるじゃん。これの設定とか、なんかもうとにかく、初めてなことがいっぱいでさ、大丈夫かなって、思ってたんだけど、発表してからさ、もうみんながすごい、なんか、コメントもくれるし、拡散もしてくれるしで、なんか、励みになりました。私、準備してきてよかったなーって思いました。ここ半年ぐらいかな、この趣味に興じ出したのは。無事に今日という日を終えられて、とっても嬉しいです。でね、最後にちょっと、なんか、真面目な話というか、普段も真面目な話しないからさ、感謝の気持ちを、今日ここにいる皆さんには、きちんと伝えとこうかなと思いまして、私ね、普段なんか生意気に聞こえちゃうかもしれないけど、自分が今日までこの仕事を知って生きてきたことに対して誰かのおかげってあんまりね、思わないようにしてたの。なぜかっていうと、なんか私はきっと私が好きなことでしか生きられない人間なのかな、なんだろうなって思ってたから、やばい、ちょっと、まあ普段おちゃらけてばっかだから本当に泣くことじゃないのに、真面目な話をするだけで若干ちょっと声がはっはってなる。そう、なんか思ってたから、例えばね、誰かがいなくても多分自分がそうしたいからっていうだけで、そうしたいって思ったことをやり続ける人間なんじゃないかって自己分析をしてたから、そのことに対して、そう、誰かのおかげとか、誰かのせいっていう名前をつけちゃうのは、なんか、もしかしたらちょっとおこがましいかもみたいな感じで、意識しないように、まあいい意味でね、いい意味で意識しないようにしてたんだけど、でもさ、それでもやっぱ確実に、私がこう、声優としてさ、長い間やってくれて、で、なんか、ちょっと自分の趣味とかもなんか楽しむ余裕ができてさ、今日こんなにたくさん自分を応援してくれてる人とさ、楽しい配信ができるっていうのはさ、絶対にみんなのおかげなんだよね。やばい、マジで最近の私の涙腺やばいな。おかしい。5歳なのに、もう涙腺に生きてるというのか。楽しい配信にするはずだったんだが。まあ、最後はね、真面目に。いつも、ありがとうございます。あかー、こんな、違うんだ！ふぅ。みんな違う。これは今。泣く真似をして好感度を稼いでいるんだ。騙されるな。ふぅ、落ち着いてきた。まあ、そんな感じです。皆さん本当にいつもありがとうございます。まあ、最後ちょっとねウェッティな話もしちゃったけど、このチャンネルはあくまですごく楽しいチャンネルにするつもりなので、あ、そして脱力ね、あくまで趣味のチャンネルっていうね。まあ、なんか、気ままにね、気が向いた時にでも、また一緒に楽しんでくれたら嬉しいなぁと思います。じゃあ皆さん、本当にありがとうございました。また、バーチャル世界で会おうねー。